これ参った。はい、皆さんこんにちは、タートルです。全然体重は減らないし、腹も引っ込まねえ。お腹が出てしまう原因っていうのは、皮下脂肪と内臓脂肪、脂性腹横筋、この4つが関係しています。はじめの2つは、やはり食事の管理が必要です。残りの2つは、しっかり鍛えることで、お腹を引っ込めることは十分に可能なんです。よく食べてるのにお腹引っ込んでる人って周りに1人ぐらいいませんか？そういった人は、息吐く力が強かったり、凹ませる力が強かったり、体幹が鍛えられてるんです。今回は、しっかり1種目10秒です。腹横筋を意識するためメニューが一番最後にとっておきなスパイダーマンプランクというメニューを紹介しますんで、一緒に頑張ってこなしていきましょう。今回は私も本気を出します。スーツを脱ぎます。靴下も脱ぎます。本気でやっていきます。今日も一歩前進しましょう。スマートフォン、顔の前に置きましょう。ポイントは、顔の下よりもちょっと前に置いてください。息を吸って10秒吐き続けます。止めたらもったいないです。手、床つけます。まずは手と足を開きます。肘も開きます。このまま体を持ち上げる。肘と膝です。息10秒吐きましょう。まずはウォームアップです。それでは行きます。スタート。息10秒吐き続けます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 今度は膝をつけずにキープです。しっかり息吸って10秒吐きます。それではいきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。オーケー。今度はそのままの位置で、つま先と手、これで体を持ち上げます。肩よりも手が前です。しっかり息吸って10秒いきましょう。いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。オーケー。さらに手足を開きます。大の字のイメージです。これでキープです。10秒いきましょう。しっかり息吸って、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK。今度は手を横よりも斜め前に出します。足は一緒。スパイダーになります。これがラスト。手足滑ると難しいと思いますが、できるだけ体を持ち上げる。10秒いきましょう。いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。うおー、効いた。お疲れ様でした。全部たったの10秒。息を長く吐くことができるギリギリの時間になってます。息をしっかり吐くことをしないと腹横筋が鍛えられずにお腹が引っ込みませんので、今回の体幹とセットで週に2回、今回の動画をワンサイクルでいいです。やっていくことで、お腹が出ない姿勢が作れます。頑張ってやったよって方、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。